福岡ソフトバンクホークス対東北楽天ゴールデンイーグルスのゲーム。この場面で打席には坂本が入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですね。それほど厳しくないコースのストレート、あっさり見送りました。すぐに追い込みました。打ちました。ショート取った。ツーアウトになりました。ツーアウトランナー二塁となりました。バッターボックス山田、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。フォアボールのランナーが出ています。ランナースタート、ヒットエンドラン、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。エンドランが見事決まりました。ワンアウトランナー三塁一塁。バッターボックス丸、ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。おっと空振り、ど真ん中でした。ワンボールツーストライクです。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー一塁。ソフトバンク打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。